浮かんでくれました。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力発電ヘリを作ってみようと思います。発電機をうまく利用して、私の力で生み出した電気だけで空を飛んでみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは前回の人力発電車に使っていた発電機を呼び出して、発電用のモーターを一つにしたヘリコプター用のものに改造したら、上に配線を伸ばして、そちらにつける二重反転ローターを作りましょう。モーターがぐらつかないようにベアリングの部品を使って両軸化しておきます。こちらの軸とモーター側に同じ幅になるように木のかけらをつけたものが二重反転ローターの部品になります。こちらを配線の上につけたら、この状態で回し車を回して発電してみると、ちゃんと回っています。回転数を測ってみると、だいたい 240rpm と二重反転タイプのローターの最大回転数でした。でもまだ羽をつけていないので、ここから角度をつけた草の羽をくっつけましょう。こんな感じで木のかけらを浅い角度をつけて組み合わせたものを成形図機能で複製して、角度に注意しながら4つの羽に取り付けましょう。それからこちらを先ほど作った二重反転ローターの部品にくっつけます。これで基本的な構造はできたので、地面に固定した状態で発電機を動かしてみると、ちゃんとローターが回ってくれています。早速回転数を測ると、乱れてはいますが、最高回転数は 74rpm くらいでした。これなら飛んでくれるかもしれないので、早速地面との固定を解除して操縦席に乗ろうとすると、おっと、ヘリコプターが倒れてしまいました。そこで乗るときに倒れないようにするために、スロープ代わりの木の板を操縦席の後ろにくっつけて乗り込みやすくしました。よし、これなら普通に乗れますね。早速発電してみると、浮かんでくれました。この構造の発電機でも意外とパワーがあるのか、そのまま問題なく高度を上げていって空中遺跡の上に着陸することができました。でもバランスが良くないせいで、そのまま転んで下に落ちてしまいました。そこで着陸後も安定してくれるように、山の部分の幅を広くしましょう。ついでに乗り込むためのスロープを長くして乗りやすくしました。もう一度乗ってみると、安定してますね。でも足が浮いてしまうと発電機が動かなくなって高度が下がってしまうので、気をつけましょう。もう一度空中遺跡の上に着いたので、ゆっくり下降すると、よし、無事に着陸できました。再び発電することで普通に離陸してそのまま移動できます。でも下降している最中はプロペラのモーターから発電機に電気が逆流して、発電機が逆回転してしまっています。まだまだ改良できそうなので、さらに手を加えていきましょう。逆流を防止するため、法定孔を使って、電流の方向を発電機からモーターに固定します。この時の回転数を測ってみると、先ほどとほぼ同じでした。この発電機なら、法定孔によって、出力が落ちることはなさそうです。ここで、
さらなる出力アップを図るため、回し車に重りを追加して、発電力をアップしてみましょう。こちらの 4.54kg の古代の合金の棒を4本くっつけることで、合計 18.16kg、重量アップしてみました。早速回転数を測ると、あれ?さっきと変わりません。本数を8本に増やして、36.32kg 重くしましょう。この状態で、回転数を測ると、おかしいですね。これもほとんど変わりません。でも、回転数が乱れる現象は少なくなって、安定はしているみたいです。とりあえず、本数を4本に戻して、飛行能力を試してみましょう。なるほど。飛行能力も、重りをつけない状態と、それほど変わらないみたいです。でも、回転が乱れにくいというメリットはあるので、どうせ回転数が変わらないなら、もう少し軽くして、重りは2本にしましょう。これなら、回転数の安定の効果は残しつつ、重量による飛行能力の低下は最低限になるはずです。さらに、操縦席も傾けやすいように、前後の板を斜めにしたら、もう一度乗ってみると、わずかな変化ですが、最初より乗りやすくなった感じです。無事に空中遺跡に着陸した後、古代の要塞の中心に向かいましょう。問題なく着地できました。そのまま自爆ドローンを連れてくると、やられてしまいました。機体の方はほぼ完成したので、ここで試しに、こちらの発電機の発電力が、バッテリー何本分に相当するのか、検証しておきましょう。まずは1本のバッテリーだけで、ローターを回すと、回転数は、54rpm でした。発電機より遅いですね。今度はバッテリーを2本にすると、なるほど。回転数は 74rpm。ちょうど発電機で回した時と、同じくらいです。つまり、こちらの発電機の発電量は、バッテリー2本分ということですね。ついでに、そのまま発電機を回すと、93rpm まで回ってくれます。検証も完了したところで、さらに乗りやすくなるように、操縦席の形状、テストを繰り返しながら、いい感じに作り直したら、どれくらい荷物を乗せることができるかも、確認しておきます。まずはこちらの 77.4kg の石を取り付けて、動かしてみると、ちゃんと浮かんでくれました。まだ余裕があるみたいですね。さらに、56.5kg の火薬を追加して、飛ぼうとすると、さすがに飛びません。ここから少しずつ火薬の量を減らして、ギリギリ飛ぶ量になるように、調整していると、火薬の量を 29.8kg まで減らして、合計 107.2kg にして、飛んでみると、よし!これくらいなら、浮かぶことができました。それでは最後は、荷物を満載にした状態で、行けるところまで行ってみましょう。傾けると落ちてしまうので、風任せにしながら、飛び続けていると、おっと、海の中に落ちてしまいました。そして、海中で発電機を回すと、なぜか急激に発生して、浮かび上がります。不思議な現象ですね。でもその後、おっと、壊れてしまいました。今度こそ壊れないように、慎重に風に流されていきましょう。よし、着地するときに壊れましたが、ここをゴールとしましょう。
それでは、たくさん温泉器を動かして、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力発電ヘリさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まーす。